な絶好調にオッケー。よし、今日もっていうか、ちょっと1日明けてもう投稿する必要はないんですけどね、なんかスーパープレゼンテーションアワード、なんか練習用でももうないんですけどね、なんか投稿するのが癖になってこれ楽しみになってるので、できる限りはもうそんな頻繁にはできないとは思うんですけど、できる限りはしようかなと。だいたい僕はあの講演会とか行くとね、自分がこう復活していった話と、まあ、幸せ認知症のねお母さんのね、あの幸せ認知症の作り方とね、あと子供たちですね、子供なんか元気な子供を作る方法みたいなね、ここで言うと3つの元気な子供たちを作る3つの法則やないけど、そんな話ですか。で一つ目はね、もうとにかくこっちから元気よく挨拶するんですね、おはようってね、もうこっちのテンションが向こうに伝わるんで、この間とかちょっと前ですけどね、ちょっとあの一緒にいた先生が、僕は絶対僕から挨拶しようって決めてるんでね、あのこんにちはって言ったら向こうもこんにちはって言ってくれて、あ、ここは元気のいい生徒たちがおるなっていう印象なんですよ、僕はどこ行ってもね。でももう一人の先生、もう一人の先生が、ここの生徒たちは挨拶もできん、こう態度悪いですねって言うんですよ。ああ、そうなんやって、いや僕が言った時すごい元気よく挨拶してくれましたけどねって、その先生はだから生徒たちが挨拶してくれるもんと思ってるんですねだから、ああ、やっぱ人ってね、こうやっぱ行動が結果を生むなと思ってね、その時に。で2つ目は、何やった、あ、こう言葉がけですね。いいねって、これはもうカモさんの言うね、いいねとかね、お利口さんやねとかね、よく頑張ってるってね、言うんですね。でそういう言葉がけをしてると、いいねって、特にトレーニングしてると、こういいねいいねって言うんですよ。だから、いや、できてない子もいるじゃないですかって言われるんですよね。だから僕はできてる子を対象にね、いいねいいねって言うんですね。だからできてない子もできてる子を見て覚えていくんですね。だからいいねってすごい本当にね、魔法の言葉で、本当子供たちは、あ、もう子供たちっていうかね、運動とかはもう特にもう全てにおいて一緒、僕の場合は一緒ですね、いいねって言ってるといい方向にみんなが真似ていくんですね。ここでできない子に、いや、お前こここうって、できない子を対象に止めるとね、できてる子たちもできない方向に流れていくんですよ。本当面白いですけどね、でダメとかね、なんでできないのとか、なんでちゃんとできないのって言うとダメな子やし、ちゃんとできない子にねやっぱもう言ってる言葉通りに子供たちはねなっていくんでね、これは本当にそのまんまやなって思いますね、いつも。ほんで3つ目、最後の3つ目は何やったっけ、1つ目が声、こっちから挨拶するんでしょ、あ、でね、2つ目が、声掛けをね、いいねとかね、頑張ってるねって、お利口さんってそういう言葉掛けをするんですね。3つ目はね、もうとにかくね、はっちゃけた大人を見せるんですよ俺の仕事ってこんな楽しいぜっていうね、もうそれはもう見せ続けるんですね、で子供たちに社会って楽しいよっていうのを見せるんですね。でそうやっていくと、まあ、子供はまだ魂汚れてないですから、で社会に出てない子たちは全然これは受け入れてくれます。大人にだからたまにね、僕の教室って最後ありがとうございましたっつってね、僕が感謝してますって言うと、みんなが感謝してますって大きい声で言ってくれるんですよ。そういうのを言うと親御さんも真似してね、 ありがとうございましたとか言ったらね、感謝してますって言ってくれる親御さんもいるんですけど、なんか飲み会の時とかにね、親御さんまでそんな無理する必要ないですよと、もう親御さんたちまでしだしたら僕必要ないんでねって、とあとはね、やっぱ親御さんたちはやっぱこうね、そこまで頑張るとね、やっぱどっかで行き詰まってくるんで、で僕の方ことをバッシングしだしたりするんで、ね、反面にね、こう逆側の人間になったりするんです、たまりに溜まってくるとね。やっぱりどんなに絶好調って言おうが、笑顔で言おうが、勝てない時は勝てないしね、なヘラヘラしようかっつってね、怒らんといけん時が、怒る時があるんですよね、選手に。だから矛盾していることになるんでね、俺は週1ぐらいで
あ、いい、大丈夫大丈夫、笑顔で乗り越えようってね、笑顔でって、監督にバレないようにな、あの陰でちょっと笑顔になってみたりとかな、とかいろいろ笑顔のこうやり方とかをレクチャーするんですけど、それを親御さんとかね、指導者の人たちまでに求めるとね、チームのバランスがおかしくなってくるんでね、もう監督とか親御さんたちは、ね、そのままでいいんですよって今まで通りでいいんですよって。で、子供が変わればね、親御さんも変わるんです。なんかこれは僕の言ってる現場なんですけど、親御さんを先に変えようととか無理なんですよ。まあ、めったに来ないですしね、そこは本当無理する必要は、子供が変われば子供大人も変わっていくんでね、そうやって子供がね変わっていくんですよ。で、あのちっちゃい頃からそういうことをやると楽なんですね。高校ぐらいでねそういうことを言ってもやっぱりね、こうなんか変化が見られる子って本当1割なんですねでもね、小学校の頃からずっとやり続けてる子が高校まで来るとね、本当に楽なんですよ。全然こう違和感なしにやってくれるしね、すごいなって思うんですね。すごいなっていや、もう神やなって思うんですね。そこでそう思えるかっていうぐらいプラス思考で乗り越えていってくれるんでね、やっぱすごいですよ。だからもう僕が学ぶんですよ。もう本当にね、僕はあの子供とかいろんなとこ行ってね、いつも思うんはね、俺が指導してるんやけど俺が学んでるなと、俺が成長させてもらってるなっていつも思うんですね。だから本当、子供たちが変わる3つの方法なんですけど、でも一番変わってるのは僕ですありがとうね、いつもみんな。ということで、今日もちょっと簡単でしたけどね、もう6分ぐらいですけど、もういいです。もうあのカモさんのとこにも YouTuber を送ったので、なんちゃないです。このくらいでちゃちゃっと気軽に言って終わります。子供たちが元気になる3つの方法、言えてよかったね。ほっほっはっはっは、ほっほっはっはっは、イエーイ、いいどっいいどっ、イエーイってね、こんな感じでやるんですよ。だから子供たちも、もう今はっちゃけて一緒にやってくれますけどね。あ、もう中学生とかは、ほうほう、はははみたいな。あ、でも今僕が行ってる中学校は、そういう時代から、今ははっちゃけてやってくれてる時代に、やっぱりやっとなりましたね。3年ぐらいかかりますね。でも僕が、ずっと貫けばいいだけです。別にやれよとか言う必要もない、あ、いいよって、俺を見てるだけでもいいよって、それだけでもあなたたちの脳はね、笑ったって錯覚するからっつってね、そこだけは先生にも理解してもらってね、やれない子はやれないんですってただ来てるだけでもすごいんですっつってね、理解のある先生で本当に心から感謝してます。ということで、今日も今日は何、いいね、いいね、いいね、10回を。いいね、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 笑顔で、に、せーの、いいね、終了、に。